はい、ということで本日4代目いきましょう。いきなりオーナーさんいっちゃいます。ドン、お願いします。結構ね、あのもうインスタで出てもらってるんで、はい、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、20のベルファイア、はい、はい、そうです。こだわりポイント前から後ろまでお願いします。こだわりは、はい、前から後ろまで、はい、前から後ろまで自分でやってることです。はい、これ自分でやってるんですか、これ。そうです。あれ、俺聞きました、それ。言ってないかもしれないです。これは、これは、中古で買って、はい、でレンズだけが傷入ってる、黄ばんだり汚かったんで、はい、で自分でペーパーかけて、はい、で、スチーマーやって、はいはい、で装着してます。これこういうのとかは、あ、これは、はい、出しました。あー、そういうことですね。出して、見ろ、こんな色だったっけな。これは、この前のマジックスクエアからです、はい、その前に、ちょっと仲間の先輩からヒントもらって、はいはい、でちょっと自分でラッピングしてみようと思って。これラッピングなんですか。そうです。あ、本当だ。初ラッピングです。へえ、すげえ。そうです。で、アルミ。そうですね、アルミも、今年、まあ、ブレーキ入れまして。おー、ブレーキ、はい、どのブレーキですか、これ。これ、BRSS ってあんまりメジャーではないとは思うんですけど、はい、で、そこのブレーキちょっと装着して、はい、で、まあ、おワークさんの方から、はい、あのホイールの断面ですか、はい、図面を送ってもらって、はい、で自分で合わせて、はい、いけるぞと。いけるぞと、はい、でもあのエアバルブが、はい、あの L 字なんでどうにもならなかったんで、はい、でも今これ A ディスクなんですけど、はい、最初ブレーキ入れる予定なかったんで O ディスク買ったんですよ。あーはーはーはー。でもどうにもならなくて、はい、フロント2本だけ A ディスクに変更して、はい、で、はい、その L 字のバルブだけどうしてもならなかったんで、はい、で、あの TPMS の穴をエアバルブにしてます。ストレートバルブ入れて。あ、確かに昨日ね、あの組み替えさせてもらったんだけど、確かにそうだった。そうです。へえ。そうすると、あのちょうど L 字のバルブが当たらないんで、で、なんとか剥げるぞと。へえ。そういうことです。フォントが何時ですか。9.5 っすね。 9.5、 9.5 かな。9.5 のプラ5で、はい、プラ5、はい、で、ケツが 10J のマイナス3です。 10J のマイナス3、はい、あんまり使わないサイズだから、なかなか計算されて。そうですね、はい、まあ、計算というか、あのこれぐらいの深さがもう履きたいっていうのがあったんで、はいはいはい、まあ、とりあえずはめてみて、はい、で当たるんだったら、はいはい、まあ、切ったりいただけばいいやと。簡単に言う、ええ、あのホイールを、はい、ホイールにボディを合わせるみたいな感じで、はい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 、はい、まあ、いわゆるそういうことだ。はい、うん、なんとか作ります。じゃあちょっと後ろ見てこう、後ろ。お、何やら後ろは。これやろは、エアロはアドミレーションですね。アドミレーション、ほう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 。アドミレーション開けていいんですか、これ。あの中まで映してもらわなければ。え、何のためなんですか、これ。いや、あの、はい、大丈夫かな。あの遠征で荷物が多いんで。ああ、そういうことですか。そうなんです。これ見て、すごい、ロックフォードだ。すごい。これも、あの実は、はい、このボックスだけ、はい、あの中古で買ったんですよ、はいはい、中古で買って、でちょっとここら辺の生地とかが汚かったんで、はいはいはい、それだけ、あの自分でちょっと部分的に貼り直しとかして、でスピーカー入れて、はい、でちょっとアンプも中古でちょっと傷入って汚いんですけど、はい、でアンプも買ってはいはい、はい、あと自分であと全部配線してつけたって感じですね。すごいな。これ何ですか。俺あんま見たことないけど、これあのピラーバーっていうんですか、タオルバーっていう、はい、あの補強パーツ、よじれみたいな。そうです。へえ。なんですけど、あの物干しぐらいです、活用。あの物干しで活用してるみたい。そうです。あの違いは大したら分かんないです、はいはい、これちなみに下のボックスは、
うんと、エアサス。そうです。おお、やっぱりこれエアサスはどこのエアサスで？エアサスはうんと、はい、イデアルさんです。おお、さすが。イデアルさんの二毒。はいはいはい。下げてると。そうです。俺はもうね、これ去年かおととしの時点でなんかシンプルでまとまりあってかっこいいなと思ってて、それを確か俺喋ったの動画で、去年かおととし。去年ですね。去年ですかね。去年の C カップかなんか、そうで喋って、はい、それを聞いててくれて、おいお前俺のも映せって言われたんで、今日ねちょっとね映させてもらってる感じで、これ閉めますか。あ、はい、すいません。後ろのちょっと雰囲気もちょっと入れて。あれ J ラインさんってことはなんか、カプセルです。は、入ってる。はい、キャンバー見て、ハリソン君キャンバー入ってる。これなかなか下がってますよね、これも。うんと、プレミア8ですね。プレミア8の、うんと、30ミリダウンほうですね。すげえ。お、まあ、この仕様に合わせて、はい、アクセルも自宅の横で自分で買いました。自宅でやったんだって、これすごいよ。何でも自分でやるんだな、やっぱ今の時代。俺らいらないんじゃないの。いや、結局はい、お店さんに出すのもいいんですけど、やっぱりその度あの工賃とかっていうのを考えると、もちろん工具揃えれるんで、おだったら自分でできるんだったら自分でやって、はい、でそれでそっちの方が、あの、はい、トラブルとかあった時に対処しやすいんで、はいはい、まあ、確かに、確かにそうですね、はい、それでも自分でやるってなかなかじゃない。すごいよ、その勇気がすごい。確かにそうかもしれない、あの説明上は。だけど俺はできないな。すごい暇なだけです。こだわり他聞きたいんだけど、俺気づいたのが、昨日ねうちに来てもらった時に気づいたんだけど、こことこことここ、これ濡らさってんの、はい、こう普通中心のところだけど濡らさってるから、こういうグリルとかこの中のインナーブラックとかと全部合ってるから、そういう小さいこだわりもすごいと思う。どうすか僕の目の付けどころ。いや、さすがです。さすがです。はい、さすがいただきました。さすがです。あとさ、俺これがさ、俺もさなんかちょっといいアルミ入ったらこれつけたい。このナット見て、なんかスクリューみたいになってるんだけど、これ普通さ外側からはめてさナットで回すじゃん。だけどこれ中にこう入れて、これロックナットの代わりにもなってるんですか。そうです、一応。はい、それこれがすごいかっこいい。して普通なんかこういうさ、こうなんていうの、チタンっていうか、このレインボーみたいのが入ってくるとさ、なんかガチャガチャした感じになるんだけど、ならないし、すごいいいと思う。いいね。はい、内側にはめるタイプの方が、はい、傷がつきにくいっていうか、アルミニの枠ですよね。はい、分かる分かる。普通のナットだったらアダプターとかつけたら、はい、カラーナットとかだったらやっぱりそこちょっと色が剥げちゃったりとかするんで、それが嫌だったんで、この内側にかけるタイプをあえて選びました。うーん、これはいいと思う。すごい、もうファッション性もあるし、そういう傷どうのっていうのもあるし、あと防犯性ももちろん兼ね備えてるし、すごくいいと思います。はい、よっしゃ。あと何かあります、こだわり、言いたいこと。いや、足回りのことは喋らせてもらったし。大丈夫そうですか。ブレーキも離させてもらったし、はい、大丈夫です。 OK です。はい、OK。 よっしゃ、最後締めましょう。はい、ということで、もうね多分1年ちょっと越しでやっと取材させていただいたと。ありがとうございます。で、いつもね、ちょっとねだいぶ遠いところに、普通じゃこうちょっと行くねっていう距離じゃないところに住んでるんだけど、わざわざねこういうイベントで札幌やるときとかにね寄ってタイヤ組み替えてもらったりとかいろいろしてもらってるわけですよ。ぜひこれからもご贔屓よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。ということで、20ベルファイア、まだまだ進化予定はありで、まあ構想はまだ練ってる途中です。ちょっと頭打ちに近いです。あ、そうなんですか。です。いや、でも期待してます。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。